こんにちは、手作り倉庫です。リラコのリメイク、リファッションもいろいろ作ったんですけれども、今回まあ子ども服を作るにあたってほどきました、ほどく容量っていうんですかね、この糸を取る、ちょっとまあ簡単に取れたもんですから、それを動画にしましたのでご参考になさってください。まずこのリラコはこの紐ですね、ウエストにある紐、これ片方縫ってあるのをほどいて外しておきます。そしてこの最初に裾の部分なんですけども、これこんな風に内側がチェーンステッチのような縫い方なんですね。これが簡単にほどけないような風になってるんです。この後ろのこの糸がもしか外れても、この後ろの糸を外しても簡単に抜けないんですけど、こうして表側の直線縫いになってる方の糸、これを少し1センチぐらいこうして切って外しまして、そして裏を見て、そしてこう軽く引っ張るんですね。こうして軽く、強く引っ張ったらダメですよ。強く引っ張らないでこう軽くこうソフトに引っ張っていくんです。そうするとこうしてスルスルっと抜けます。これ裏のチェーンステッチ切っちゃうとこれがきれいに抜けないですから、最初やったように前、表側の本縫いの、要するに直線縫いになってるミシンの方を少し外して、こうして裏の糸、そして今これ引っかかりますよね、途中で。途中で引っかかったら、そしたら表の糸を少し抜いて、そしてまたこうして軽く引っ張るんですね。この裏のこのチェーンステッチになってる方の糸は切らない方がいいです。これ全部抜けるまでこうしてつながってて、まあ途中切れちゃったらしょうがないんですけど、そしたらまた最初からやればいいんですけど、こうしてこうしてこれまた今引っかかりましたよね。特にこういう分厚いところ、縫い目のところはなかなか抜けにくいので、ここはまあリッパーでしなきゃいけないかなと思うんですけど、リッパーとかハサミとかそういうもので取らないといけないですね。こんな風にして簡単にシュルシュルって取れます。次にベルトのところの、ゴムのところの上の部分の1本縫ってある方、これもやはり同じ縫い方だったんですね。この下の裾の部分と同じ縫い方です。これも表側の直線縫いになってる方を1センチか1センチ5ミリきれいにこうして縫いて、切って抜いて切って、そして後ろのこれですね、後ろのチェーンステッチの方、これもやはり前の表側の糸を切ってからじゃないと、後ろを最初に切ったらダメなんです。絡んじゃって取れなくなってるんです。すごく優秀なミシンで縫ってあるもんですから、こんな風にしてこれで引っかかりますよね。特にこのゴムの部分はゴムが噛んでますので引っかかりやすいんです。でもこうして少しずつ抜いて、そして引っかかったらまた表側の直線の糸を抜いて、そして引っ張って抜いちゃって、そしてまたこう裏をのチェーンステッチを少しずつこうほぐしていくっていう感じで、あまり強く引っ張ると切れちゃいますからね。強く引っ張らずにソフトに引っ張りながらこうしてしていけば、落ち着いてすれば簡単というか、まあ楽にほどけます。これやはり貫抜きしてやったり返し縫いしてやったりするところはもうリッパーでしないとダメですね。リッパーとかハサミとか握りバサミとかね。次にこの下の部分、ゴムの下の部分の平行に2本縫ってある方、ここはまず下側、この下側の方を3センチぐらい糸を抜きます。3センチ、2センチか3センチ、少し多めにこの直線縫いの方の糸を抜くんですね。
そして上側、これ今3センチぐらい抜きました。そして上側の平行に走ってる上側の方は少しだけ抜きます。これたくさん抜くと糸がもうぐちゃぐちゃになっちゃって分かんなくなっちゃうんですね、引っ張る糸が。ですから1センチだけ抜きます。1センチだけ、3センチと1センチ。そうして表に返します。そうするとほぐれますよね。こうしてこれ、この上の部分、これ今針で引っ張った、これを引っ張るんですね。引っ張ると言ってもまあソフトに一緒ですね。ソフトに引っ張るんです。これ強く引っ張ると糸が切れちゃって、もうほんとややこしいことになっちゃいます。そうするとやっぱりここは特にこの2本走ってる方は引っかかりやすいんですね。ゴムにこう噛んでるっていうか糸が。で、こうしてほぐれていきます。これ見えますよね。右左右左っていうふうに縫えてるんですね。すごく優秀なミシンだと思うんですけど、でやはり少しこの引っかかりますよね。引っかかったらまた糸を抜くという方法で、そしてこうして少しずつ少しずつほぐしていきます。でここの部分なんですけど、もう本当に引っかかるっていうか、また引っかかる率が高いっていうか よく引っかかるんですよ。本当にほぐしながらやるんですけど、引っかかってちょっとこう途中またこうして表に返して、そして糸切ってみたいな。ゴムが縫えてるもんですから抜きにくいんですよね、これも。こうしてまたこうして、これもゆっくりやられれば、まあそれでこれはこれで綺麗に取れるんですけども、まあ、途中からこれ私も気が短いもんですから、これやっていけばいいとは思うんですけども、まあ途中からこうしてこうリッパーで外しました。まあ、糸くずがぐちゃぐちゃになって出てくるのが嫌なんですけども、このロックをリッパーで外すと、まあでもこれはこれでどっちでも好きな方でやられればいいと思います。この場所ね、この平行線の方、この後ろ中心のところがかんぬきになってますね。これかんぬき止めになってまして、ここが外してももう布が切れてしまうし、まあ一生懸命よいしょよいしょと外せば綺麗に外せると思いますけど、リッパーで外しまして、そして切っちゃってもいいですね。そこ最後にこのゴムを縫ってあるロックミシン、ここが一番なんかこう引っ張っちゃってもうぐちゃぐちゃになっちゃってみたいになりやすいとこなんですけど、ここはもうほんと簡単なんですけど、この表側の方のこの直線のミシン糸ですね、これ結構丈夫い糸で縫ってあるんです。これがこれを引くんです。こうして少しずつ15センチぐらいずつ切って引いていくんです。これ糸切らないようによいしょよいしょってしごいて、それで引っ張って抜いていくと、綺麗にこうしてロックの糸が外れますね。そして裾の部分でこれで6センチ助かって、ウエスト部分で8センチたくさん布が使えました。今回このズボン作るんですけども、この時はもうウエスト部分を外しておいていただかないと、ポケットの上の部分が足りませんから、外しておいていただいてから次のこのもう少しこのしましたら、このズボン作りのパンツ作りの動画をアップしますので、そのために、まあ、もしリラックで作られるでしたら、それをきれいにほどいておいていただけるといいかなと思いますね。そしてズボンパンツ作っても裾の方の足の部分のところが結構しっかり残ってますね。ですからこの、レイヤーのスカート、3段切り替えのスカートの割り付け、布の割り付けなんかをしていきたいと思っています。その次のところでね。そしてこれおまけですけど、先日しまむらでメガセールというのをやってまして、このダブルガーゼの
大人ワンピース、これがすごく安くなってまして、700円だったので、これは買いだわと思って。これ3L なんです、 3L。 大きいし、それから布がダブルガーゼなんですよね。ですから子供の、夏のスカートとか、ボトムですよね、ちょっとガウチョ風のものとかなんかもしっかりしてるし、透けないし、着心地もいいしということで、この700円なら買いだわと思って買いましたけど、こういうものを買う時のポイントとしては、できるだけこう縫い目のないもの、これポケットも大きいから使えますよね。このポケットも上手に買い足せれば、これ後ろも縫い目はないですよね。ヨークがあって、その下のところ縫い目ないですもんね、これ。で、袖も結構使えます、大きいサイズなので。ですから、これもこういうものを見つけたら買っておかれるといいかなと思ってご紹介しました。